けましておめでとうございます。あれ、毎週木曜日21時ガールズサースデー、新年第1回目の放送は毎月第1週目、竹山花恋の大人の階段登らせてと題しまして、50分間生放送でお送りさせていただきます。皆様最後までどうかよろしくお願いします。そしてこの番組中、皆様からのメールもお待ちしております。メールアドレスはこちらに出ておりますが、 cws@senjucross.com です。皆様からの質問や激励、ツッコミなど様々なメッセージをどんどんお願いします。ということでですね、新年1回目ですね。新年本当に1回目じゃない、木曜日第1週目だから。じゃあちょっと新年の自己紹介しますね。はい、高校2年生17歳の竹山花恋です。最近あざとくなったとよく言われるようになりました。大人の階段を登ってるという解釈を勝手にしております。はい。あざとくなったって意味がまず分かんなかったんだよね。そう、なんかえ、なんていうのあれ、あざとくなったって意味なんだっけ、なんかずる賢くなったみたいなって言われた。うん、よくわかんないんだけどですね。本格的に冬になってきて、私がよくいつも行ってる部活のグラウンドは朝霜が降りてて、グラウンドに水道も凍ってて水も出ないっていうすごい寒い日々を送ってるんですけども、年初だからすごい寒くて、でもなんか冬って空すごい綺麗だから、それはそれでなんかプラマイゼロなのかなって思うんだけど、結局私の結論の中では冬は鑑賞用だなって思って、多分納得する人リツイートしたらめっちゃ出ると思うんだけど、寒いけど雪は綺麗だし景色はいいから、多分室内から見るだけだったらめっちゃもう冬最高じゃん、あったかいしこたつとかねって思う。でも外の寒さがないとあったかいって感じないんだよね。うん、ね、自問自答だよねいつも。それでですね、新年、去年の新年も言ったことなんですけど、ね、あ違うね、ちょっと待って、その時まずねこの声を説明しますね。この声なんかすごい今出るようになったんだけど、いつもより枯れてて、ちょっといつも聞いてる人はちょっとかすれてるなってわかるんだけど、そう、昨日も全く声出なくて、ツイキャスでちょっと放送したんだけどカスカスやで、でそうやっと今日治って、でもなんかそれで友達に聞いたのが、のど飴が効かないって知ってました？のど飴は喉が枯れてる時には効かないんだって。なんかじゃあのど飴ってかさないでって思ったんだけど、実際そうらしいから、じゃあ何ね、どうやって治そうって思ってたんだけど、今日治ったからまあいっかみたいな感じで。それでですね、さっき言いたかったのはですね、毎年のあの星座と何年か十二支と血液型のあの組み合わせで、去年もやったんですけど、運勢、今年の運勢みたいなやつをねまた出たんで、ちょっとここで紹介しようかなと思ってですね、早速じゃあ8位から1位と最下位言いますね。先どうしよう、読んじゃう。8位が乙女座の蛇年大型で、7位が牡牛座の馬年 A 型、6位がヤギ座のネズミ年 AB 型、7、6、5? 5位が乙女座羊年の A 型、4位が牡牛座鳥年の O 型で、3位がヤギ座の鳥年 O 型で、2位が乙女座の馬年 B 型で、1位がですね牡牛座の蛇年 B 型です。牡牛座の蛇年 B 型、誰かいますか？そう、組み合わせ多いよね、それな。
そう、私なんか翻訳なんですよ今年だけど19位って言って意外と良かったっていう報告です。以上です。ちょっと一人寂しいからね、早速ね2016年最初のゲストさんをご紹介いたします。じゃあまずおとぎラビット練習中の桜田ゆずさんです。どうぞ。イエーイ。こんにちは。こんにちは。こんばんは。うん、ごめんなさい。以上。じゃあ自己紹介を。はい、あのおとぎラビット研修中の候補生やらせてもらってます。おとぎラビット練習中のうどん県からやってきた腰のある女の子桜田ゆずです。ゆずぴょんって呼んでください。お願いします。ゆずぴょん。お願いします。うどん県って何ですか。香川県ってご存知ですか。香川県、なんかあの、そう、四国のこの本州がこうあってこの辺ですね、このちっちゃいやつの4人一組みたいな、そうそうそう、ね、それのそう日本で一番ちっちゃい県なんですよ。ええそうなんだ。そう、でも結構知らない人多いみたいで。沖縄だと思ってた。まだまだ沖縄、うん、うどんか。でもうどんってあれじゃないんですか、なんだっけ、さぬき、そうですね、さぬきさぬきって香川、うん、あれ私のね、ちょっとこれは語学力の問題でしたね知識力の問題、うん、練習中ってことはこれからおとぎラビット研修中に上がるんですね、ための練習中とか研修中とかねまあちょっと確かにややこしいかもしれない。かわいい。あ、ありがとうございます。あ、ぴょんだ。そう、これゆずぴょん、なんかその上京して今年1年目なんですよ、うん、で109のセールに行きたくて、で、そう、朝並んで福袋を買ってきましためっちゃ人いましたでしょ。いましたし、そう、でもすごい、もうなんか一人でずっとワクワクして、うん、あーみたいな感じでした。1年目、おいくつなんで。今年19に大学、そう、専門学校の1年なんですけど、そう、今年の去年のその4月に上京してきたんで、まだ1年経ってないんですよ。一人暮らしですか。はい、かすれてるね、はい、すごい。一人暮らし大変じゃないですか。もうなんか、そう、最初の頃すごいこうやる気に満ち溢れてるんですけど、うん、なんかもう最近ちょっと料理めんどくさいちょっと掃除明日でいいかなみたいなやっぱなんか、うんうん、そう、すごいあるあるらしいですね。あるあるなんだ。結構私もそうならないと思ったんですけど、うん、そう、気づいたらちょっとね。ご飯もちゃんと作るんですか。最初は結構毎食作ってたんですけど、なんかあんま時間ないと言いつつ、最初は楽しいから今日何作ろうかなってやって、まあ、3日後とか1週間後したら、そう、ちょっとめんどくさいな、スーパーのできてるものとか買う、メニューが一周しちゃって、あ、なんかもう、あ、またカレーかみたいなとかだって一人だしねって。そうで、なんかそう、スーパー行ったら結構安いからそれを買っちゃう。やばい、つい、やばい。スーパーってワードが出て生活感が増した一瞬で、ね、すごいな。気をつけないといけないですよね。大学生ね、うん、私も一人暮らししたいんですよね本当は。予定はあるんですか。はい、あ、なんか大学も一応希望はあるんですけど、うんうん、ね、実家通いみたいな。あー、なるほど。一人暮らし許してくれないんですよね、うん。まあでもやっぱ実家暮らしの方がなんかまあ楽ですよね、いいと思う帰ったらご飯あるし。そう、それが結構大きいですね。うん、帰ったら誰かいてくれたら ね楽なんだけど、うんうん、楽なんだけどお便りです。はい、明けましておめでとうございます。昨年は本当にお世話になりました、ゲッティです。ゲッティさん、こんばんは。こんばんは。今年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。新年ということでベタですが、今年の抱負などあれば教えてください。あ、カレンちゃん、ゆずぴょん、
今度のバトカフェ楽しみにしてるね。あ、バトカフェ、まあ後で告知なんですね。後でさせていただきましょう。今年の抱負はどうしようかな。じゃあ先に、あ、みんな集まってからにする。あ、その方がいい、その方がね、それっぽいよね、うん。というわけで呼んじゃいますか。はい、我らがももしちゃんこと京本ももしさん、どうぞ。ももしこと、あ、かまどもちおるちゃん、お願いします。サルさん、こんばんは。どうも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 、大丈夫ですか、喋れてます。喋れてます。喋れてませんよ、大丈夫ですか。自己紹介を。はい、2016年も明けました、イエーイ。盛り上がるね。よろしくお願いします。京本桃香です。お願いします。はい、ということで、ということで何を喋ってたんですか。あの、四国を4人1組って大丈夫かな。焦った、ちょっと4つで1個の塊だよねって言おうとした。いや、まあ塊だけどね、うん、香川の人間いるから。そう、ごめんなさい。大丈夫大丈夫。というわけで、はい、さっきお手紙で今年の抱負、お手紙、メールね、メール、うん、で今年の抱負っていうことで、うんうん、抱負をね、今年の抱負ね、超ベタなんだけど、目標的な、目標的な、なんかカレンちゃんはないの、抱負は。カレンちゃんね、私はですね、マネージャー、うん、あの今年高校2年生で4月ね、普段ね野球部のマネージャーやってんだよね。なんでそれが今年引退なんで、それをやりきる、引退なの、引退、高2で引退なんだ、高3、あ、高 3? あれ高3なんの、春、4月で春、やばくない、高3になる人がさ四国を4人1組ってやばくない。やばいよね。なんか他にも言ってたよね、えとをさうまく把握できてないのにさ、えと占いのランキング紹介しちゃったもんね。びっくりしたわ、鳥年ってあるっけ。びっくりしたわ。さっきも馬って、はい、馬年って感じあるじゃないですか、うん、が私牛だと思って牛年って書いてて、うん、で漢字調べたら馬で、さっきすぐ制定、うん、訂正したばっかなんですよね、うん、うん、そう、うん、で目標はマネージャーをやりきることと、うん、あともう受験なんで、うん、希望の進路に進めるように、どうすんの進路、うん、気になる、看護学科に行きたいんですけど、うん、まあ大学、そうで、どうしても行きたい大学があって、うん、でも倍率がすごい高いから、うん、そこにどうしても行きたいんだったら塾に行けっていう母の教えをどうするかっていう、うんうん、いやでも私の経験上、あの塾行ったって倍率縮まないし、うん、なんだろうね、うん、でも倍率ね、うん、いけんじゃん。気合でいけんじゃん。でも AO とか、うん、AO 推薦とか AO 入試がまだよく分かってないんで、何 AO、うん、AO みたいな、なんかあの面接と小論文だけのやつ、あ、そう、うん、あ、じゃあ一般入試じゃなくて、一般入試はあの筆記でしょ、なんか教科とかあるやつ、うん、AO じゃあ AO でいっちゃえば別に勉強しなくて大丈夫だよ。あ、うん、なんか小論文のさ、あの仕組みだけ分かってれば、あー、うん、ああ、でもさ、なんか意見述べるのとかさ、こういう仕事してる人だとうまそうじゃない。うん、うまい、だいたいできるよね、うん、そうだね、うん、結構結果結果でいろいろってダラダラって書くじゃないですか、そのダラダラがダラダラすぎちゃうんですね、うん、そう、なんかね、なんだっけ、なんだっけ、小論文私もずっと書いてないからあんま覚えてないけど、なんかあの自分の意見だけじゃなく反対意見も用いて書かないといけないらしい、うん、確かそうだよね、なんかそんなんだったよね、あ、なんか違うっけ、3段落とか4段落みたいな感じで分けた時に反対意見を入れろって言ってたかもしれない、うんうんうん、そうそう、なんかどっちの意見も入れて書かないといけないんだよね。あ、そうそうそう、難しいね、めんどくさいな。そうですね。はい、でカレンちゃんはね、進路を決める、進路とマネージャーをやりきることで、うん、引退後の時間を遊びに使うか、あの引退から受験まで絶対遊びに使った方がいいよ、遊びか受験か、うん、なんか受験遊びまくって、うん、受験の勉強をちょっと遅く入れて、うん、受かんなかったっていう後悔を残すか、うん、まあ、それがどうなるか分かんないから、うん、どうしようって思って、あ、受験を早く終わらせて遊ぶか、そう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 、もう受験気にせず遊ぶか、うん、どっちかじゃん。私受験気にせず遊んでこうなってるからね、うん、そう、でも大学選びってめっちゃ重要だと思う、
え、専門楽しいですか？もうめっちゃ楽しいですね。やっぱなんかやりたいことしかやらない。あー、素晴らしい。そっか、そっか、もうやりたくないことしかやってないからね。え、何やってるんですか？いや、もう何やってんだろうって感じですよ、日々。何学部？人文学部。人文学部、日本文化学科っていう、うん、団体にいて、何学んでんだろうね。いや、でもなんか文学とか近代古典文学、うん、あと何やってんだろう。だからキリスト系の学校だから、キリスト教とか。あ、イエスが滑ってらしい、あいつら。イエスねらしい、うん、カタカナ多そう。カタカナはね、うん、まあ多いのかな。テスト、なんか、うん、ドイツのなん、ドイツ語のテストとか。あ、スペイン語？スペイン語だ。うん、なんかね、すっごいね、うん、その時の講師によって全然違くて、もうテスト白紙出しても単位くれる人もいるし、もう授業も全部行って、うん、テストもほぼ満点じゃないと単位くれない人もいる。だから当たり外れがある。あ、先生の厳しい。厳しいよ。ちょっと舐めてたな。でも大学、うん、大丈夫だよ。大丈夫大丈夫、私でも行けてるから。言われたまま受けてれば大丈夫。うん、うん、大丈夫。そんなね、授業も出なくてもね。大丈夫だと思う。分かんないけど。去年ね、うん、ちょっと、あ、じゃあ私のその目標はそれです。うん、はい。進路を決めるね。マネージャーもやりきると。ゆずちゃんはどうですか？は、うん、今候補生でやらせてもらってるので、うんうん、おとぎラビットのね、そう、はい、去年ギリ入った、去年の12月6日に、うん、え、じゃあ最近じゃん。そうなんですよ、うん、2ヶ月ちょうど経ったぐらい。ま、いや、まだ1ヶ月ちょいとかですね。そっか、なんで1ヶ月か、うん、昇格したいのですかね。したいよね、そりゃね。いつまでも下っ端やだよね。わかるわ。かな、まあでも抱負、うん、多分1年あったら多分まあ昇格できるとは思うので、うん、うんうん、1年もやってないといけないんだ。1年の抱負しんど。そうなんだ。1年も下っ端やっていける1年。いや、私だったら絶対無理なんだけど。私もそうですね、うん、なるべく早く上がりたいから、うん、え、なんかガツガツしてそう。うん、なんかめっちゃガツきそう。え、先輩がなんすかって感じっぽいよね。そう、そう。いや、でもなんか、うん、まあ、普段でもすごいおとなしいんですよ、私。自分で言うの、そう、なんだろう、全然見えない。本当ですか？うん、なんか全然っぽいけど、そう、全然喋れなくて、うんうん、なんかメンバーと最初会った時も、うん、まあ、全然、あ、おはようございます。人見知りするんだ。すっごい、うんうん、でもなんか慣れるとめっちゃうるさくて、うん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 、そう、でもなんか慣れるまでに結構 1,2、うん、年とかかかるんですよ。かかるね、すごい長いな。じゃあ1年ぐらいしたっぱやっとこう。そうですね、じゃあ、ね、じゃあ今年1年かけて頑張ろうと思います。なんかどういうポジションになりたい？うーん、おとぎラビット研修中の中で、いや、でもさ、思ったんだけどさ、おとぎラビット研修中ってみんな研修してんの？うん、ね、一応名前としてはね、え、いつまで研修するの？研修をずっと続けて、うん、で、なんか好き、これをしたら研修中が取れるってわけじゃなくて、うん、一応研修中でいつしか研修中が外れますであろうっていう、よくわからない中で続けてるっていう、私はそう聞いた気がする。やばいよ、おとぎラビット研修中の大人いるからね、そこに。なるほどね、そういうモヤモヤした感じなんですね。なるほど、そうなんだ。じゃあもうみんながむしゃらに頑張るしかないんだ、ね、そうみたいですね。頑張ります。合ってますか？そうみたいで、合ってるね。よかったよかった。申し訳ない、なるほどね。ディスってはない。なるほど、うん、へえ、そっか。じゃあもう、まだライブには出てないってこと？そうですね、なんかライブの後の物販だけ、うん、なんか参加させてもらって、営業かけてるのね。そうですね、大切よね。ゆずです。そうです、ゆずです。え、曲はどれくらいあるの？は、うん、多分今10曲、うんうん、あ、うなずいた。その10曲あ、そういえばアルバムもね、あ、出るんですもんね。出たんですよ。出たんだ。先月の末ぐらい。出ずみなんだ。そう、じゃあちょっとちょこちょこ宣伝しといたら、ちょこちょこ、ね、いいんですか今アルバム。もういっぱいしとこ、っちゃっても、いっぱいしとこ。
なんとここにあるんですよ、うん、おうまい、ね、全部入ってんの。そう、これは4曲入りのミニアルバム。あ、ミニすぎるね。そうだとしたらアルバムって言っていいやつ。そう、ミニアルバム。あ、そう、ミニなのね。そう、ミニ、うん、ミニだからちょうどいい。シングルだよね4曲まあまあまあ、すいませんね、大人いるのにこんなこと言って、まあまあまあ、はい、どうぞどうぞ。一応そうミニアルバムなんですけど、はいはい、そう先月の28日ぐらいにリリースして、うんうん、これが1枚2000円に。おとぎラビット研修中、おとぎおとぎかける、あ、かける6、そう、ロック調だよね。そう、ロックのいい曲がめっちゃ入ってて、うんうん、厳選されてんのね。そう、もう私、うん、めっちゃ好きなんですよ曲が。この4曲の中では何が一番聴いてほしいですか。私は1曲目がおすすめです。1曲目、3センチの僕、背伸びしても届かない。3センチぐらい届くでしょあのこれイスモースの曲なんですよ、うん、うう、そうなんだ。3センチで、だからなんか好きな女の子に恋したんだけど、うん、なんかこう自分が小さすぎて、うん、背伸びしても3センチじゃ届かない。かな一個ない、その方思いすいませんこんなこと言って感じで、そうなんだ。そう、面白いね。え、歌詞もじゃあなんかもうそれに基づいてるわけだ。そうなんですよ、なんかおとぎの歌詞なんですけど、うんうん、曲ロックみたいな感じで。だってジャケットもさ、絵が、そう、裏はこんな感じです。おとぎチックよね、うん、へえ、そうなんだ、かわいいね。アイドルのアルバムってもうアイドルちゃんのさ写真がバーンって出てるイメージだから、うん、そうだね、びっくりした。控えめだね、うん、控えめ控えめ中はどんな感じになってるんですか。はえ、なんかかっこよくない？本格的よね。かっこいい、これだけよ。すごい、こんな感じ、かっこいいですね。タワレコにあるな、ね、置いてそうな感じ。そう、こんな感じです、うんうん、どこで買えるんですかこれは。これはあのおとぎラビット研修中 の、うん、そのライブの後の物販にて購入できますので、好評、うんうん、発売中ということで。で、あの今今月末限定で、うん、あのこの CD 買ってくれた人には、うんうん、ピンチェキかつショットチェキが特典でついてます。お、そうなんだ、1月までなんで買うなら今かと、今月中だね、思います。そうなんだ、ね、うん、おとらびからオリジナル4曲を収録したミニアルバムリリース、おとぎ感満載なおとらびワールドをお楽しみくださいということで、めっちゃおとぎなんだね、お楽しみください。そう、おとぎ、なるほどね。なんかね、タイトル面白いね。その1曲目がさ、3センチの僕、背伸びしても届かない、うん、2曲目が赤帽子のおちびさん、うん、3曲目、桃太郎、そんな君に恋をする、うん、4曲目、恋を拾ったヴァンピール、なんかヴァンパイアの歌らしい。へー、そうなんだ。3曲目、ドーン来たね。あ、ドーン来た。考える、そう、考えなかったね。そのまま桃太郎みたいな感じですよね。え、これ誰が考えてるの作詞は。なんかあの元メンバーさんのなんか月根ミントさんっていう方が歌詞を全部書いてるらしくて、うんうん、そうなんだ。で、2曲目は何のあれ、赤帽子のちびさん、2曲目は赤ずきんちゃん、あー、でなんか狼に恋した女の子みたいなの、そうなんだ、うん、面白いね。そう、もう全部いい曲なんでぜひ聴いてください。ぜひぜひお願いします。私の声は入ってないってです。よろしくお願いします。これからね、これからね、入る CD がね出るといいね。次のアルバムで、抱負が、うん、あれだね、そう、まあ、そうね、昇格。なるほどね、私いろいろね、切ってっていうか、いろいろね、決断した年だったから。あ、そうですね、そうだね、去年はなんか解散とかいろいろあったから、うん、今年はね、そうだね、でも平和に行きたいですね。そう、穏やかに、穏やかに過ごしたい。いやでもとりあえずね、大学卒業できれば何でもいいかなって思う。あ、そか、4年生ですよね、うん、そうそうそう。卒業式って大学生っていつ、うん、わかんないんだよね、いつなんだろうって感じ。やばいかね、ほんとね、大学に無関心すぎて、うん、マジで卒業式わかんない、だからいつまでか終わってるかもしれない。それはまずいよ。まずいよね、うん、そうそう、まずいなって思ってるよ。そう、いやとりあえず大学卒業して、まあ、その後はなるようになるでしょって思ってる。
うん、うん、実際なるようになると思う、うん、でも卒業ですもんね。そう、もう私来年卒業になりますよね、うんうん、卒業したらどうするの今後。なんかでも何も考えてなくて、うんうん、まあ、一緒一緒。そうですね、私もなるようになる、うん、だよね、だよね、うん、同じタイプだわそうそうそう、なるようになんのよ人生って、そういうもん、うん大人の階段、そうだね、大人の階段、うん、大人の階段かな、うんうん、学んどく、うん、そうそうそう、なるようになんのよ、なるようにね、うん、でもなんか大学の卒業式ってなんか、うん、その着物みたいなの着るって聞いたことある。あーなんかね、袴、あ袴を着るとこと、でも私んとこはなんかキリスト系だから、うん、なんていうの、あのマントと帽子、ああ分かる、ハイスクールミュージカルみたいな、そう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 、洋画みたいな感じの卒業式になるらしい。卒業式の写真はすごい結構形になるんだ、うん、うん、そうなのかな、どうなんだろうね、うん、すごい、うん、らしいですよ。これキリストなんだね。そうなの、もう完全なる、完全なる、完全なるね。でさ、うん、ぶっちゃけていい？え、何？うん、でさ、卒業したらさ、うん、フリーターじゃないわ、何も考えてないって、うん、そう、ニート？うん、ニート？ちょっと不安を抱いてしまったんだけどあ、カレンちゃんが不安に思ってくれてるから、うん、なんかね、私の周り、うん、本当に大学の後、大学生とかに今後卒業したらどうするのとか聞いても、うん、何も考えてないって人が多くて、うん、私将来は不安なんだ。でも大体の人の何も考えてないって大体内定決まってるからあ、そうだよね、周りを、うん、あの、なんていうの、気落とすための何も考えてないだから。あ、そうなんだ。もう私らはきっと本当にチャランポランで何も考えてないからそうそう、じゃあね、うん、みんながみんなそうじゃない。そう、みんながみんなそうじゃない、うん、もう大体内定決まってるからね、うん、今。あ、そっか、大学4年って決まってる、うん、大学3年で就活始めるもん、うん、ねえ、なんか就活のタイミングすら知らないもん、うん、え、なんか先生とかに何か言われたりとか、うん、話も聞いてない。ええー、からなんか多分なんか大学にその卒業後の進路を提出しなきゃいけないらしいんだけど、うん、してもないから未だに家になんかその説明会のハガキが来る、大丈夫ですかみたいな進路決まってます大丈夫ですかっていうのが来る。やばいね。ね、出さなきゃいけないらしい。だから大学に愛を注いでもうちょっとね、え、無関心すぎた、うん、ちょっとね、お互い干渉し合わない方がいいよねって思ったよね生徒も学校もね、いろんな意味で成長できんじゃん、ね、そうそうだよね、そうそうそう、自分で成長できる、頼りっぱなしってよくないから、うん、苦しいな、こんなしらけるなかなかね、しらける苦しいよね、うん、そっか、そうそう、大学ね、結構自由なんだね。じゃあ自由だよ、ほっときだもん、ほっとき、うん、なんかちゃんとしたゼミに入ってれば、うん、そのゼミの先生がなんかこういうとこ就職先あるよみたいな紹介とかするらしいんだけど、もうマンツーマンで終わってるからゼミが、あ、そう、マンツーマン、マンツーマンなの、なんかハズレの先生引いて、あ、ハズレ、うんうん、え、でもね、逆に良かった、行かなくても単位もらえたからね、良かった、こんなこと言っていいのか分かんないけどそう、超楽だったよ。そっか、いや、うん、怖いな、なんか大丈夫大丈夫大丈夫、未知の世界今結構大丈夫よ。いや、うん、私、うん、あのですね、うん、ちょっと昨日世界仰天ニュースを見てですね、そう、なんかうわ痩せないとってなんか頭の中に浮かんだのね。なんで？で、いや、まあ私の中で浮かんだの、中学と比べてすごい太ったから体重が。え、あの、私の考え、喧嘩売ってますよ、ね、いよ、私の頭の中の考え、自分の基準が喧嘩だ喧嘩だ、これはそう、で、まあ、喧嘩だ、ちょっとその喧嘩喧嘩舐めてるわ、聞いて、はい、聞きますよ、どうぞ。そう、ダイエットっていうか、まず健康的にならなきゃって思って、うん、健康だよ、そう、そう、なんかすでにダイエットって、なんか絶対動くじゃん、うん、走るとかしたり、うん、で食事制限みたいなが私の中のダイエットのイメージ でまず走るってなった時に、うん、私ちょっとダンスを練習したり、うん、走ったりすると、うん、なんかもう
肺活量がなさすぎて酸素が回らなくてクラッとしちゃうから、うん、それの前に体力づけだなと思って、うん、何の話今そ, それで、うん、そうダイエットしたいって言って、うん、そう体力がないから今だからなんかいいダイエット法とか美容法みたいな必要ないじゃんだってない絶対ない分かったじゃあ話しようかよ、うん、そうしてすっごい乾燥肌心苦しいからそうして、うん、乾燥肌そうすっごい乾燥肌皮膚科行ってあ早い早いなあとはうん以上以上かい以上かい終わっちゃった。でも終わっちゃったって。ちゃんめっちゃ肌綺麗じゃないですか。だっていやこれはねあの化粧品っていうものがカバーしてくれてるだけで、うん、そうそうそう何もねないの。何もない。そう何もない。なんかカレンちゃんの番組前に出た時もなんかその話した気がする。うん。何してるんですかってあのふわふわした子に言われたもん。あれはあれよ。なんか綺麗だからっていう。そうそう。ねあの子元気？あん元気。元気だね元気、うん、元気元気そっかよかった多分元気多分これカレンちゃんの番組だからね大人の階段登らせてそうだから大人の階段登らせてというのはですね、うん、大人の話を聞いて知識を入れていこうという話なんですけどじゃあもっといいゲストいたでしょうよちょっとねちょっとねいたでしょうよもうちょっと大人なゲスト呼びなさいよじゃあそうだよねねえね、カレンちゃんいくつだっけ17か17ここが5個違うじゃん、うん、で2個違うのか2個か言うて2個なんだねねえなんかさ、うん、1年って先を言ってみたらなんかあと1年かって考えるけど、うん、振り返ったらめっちゃ早いじゃん、うん、当たり前のこと言ってるいや本当に私、うん、本当に一昨年くらいまでもう1年は1年だと思ってて、うん、あのあと1年って考えても1年終わって考えてもなんかあ1年なんか分かんなくなったあのカレイちゃんの口から1年がいっぱい出てきて分かんなくなった1年の長さは、うん、なんか体感なんか体で感じるのがもう、うん、あ1年だなってなってたんだけど、うん、最近1年って早いなって思うようになったこれ成長だと思ってるあそうだね、うん、年だ年あとですね、うん、あ最近あとです苦しくなってきた最近最近大人っていうか、うん、最近知ってたこと、うん、ちょっと変な質問していいですか、うん、はいどうぞタヌキとキツネとモグラって本当にいると思います、うん、ええいるんじゃん。何の質問これ。私、うん、本当にもう一昨日くらいまで本当に存在するもんだと思わなくって、うん、でなんか友達が山梨の方に住んでた子が、うん、なんか庭にタヌキがなんたらこうたらっつって。なんたらこうたらが気になるよね。庭にタヌキがいてっていう話をしてて、うん、庭の紹介をしてくれたんですよ。うん、で。タヌキっているのってなってネットで調べたらタヌキもいるしキツネもいるしモグラもいるしみたいな感じで、うん、私の中ではその一昨日はすっごい知識を入った日なんですよ、うんうん、だからあみんな知ってるのかなって思って優しいもうって言ってくれてる優しいそれなんかなんでいないと思ってたんですか見たことがないからあ見たことないですよね確かに見たことあるのある、うん、私北海道だったからキツネとかはもうワンサかそっか、うん、そっかそっかそっかタヌキとかも見たことあるんじゃないかなモグラはないかもモグラ手が意外とでかくてグロいんだよねあなんか爪長いよねすごいなんか顔に対しての手がすっごいでかくて、うん、なんかこの鼻の先がファッってなってるみんなちょっと調べたらわかる、うん、ちょっと気になってきた、ね、それで質問って何って感じだよね知ってたって思ってあ知ってた知ってたっていう質問知ってた、うんうん、知ってたやばい助けて今日ね心理テストないからね心理テスト頼りじゃんなんかねそうずっと心理テストしてるもんねうんそうなんだ30分越したら心理テストやってっていう心理テストなかったらこんなになっちゃうんだね、うん、やばいねしかもなんか今日、うん、
いつもなんかもっとテンションでカバーしてるから、うん、キャーとか言ってわーとか言ってカバーしてたから、普段そんなことないけどね。いや、あるある、そんなことないけどね。あるある。だから、いや元気ないなとは思うけど、変わりないよ。喉痛い、そう、喉ちょっとね、うん、喉体力ね、うん、使うから、うん、あ、まあそうだね、お大事なさってください。カバーできないからね、うん、お大事なさってね。そうすね、なんかメールとかないんですか、あのカレンちゃんを助けてあげてもらっていいですか誰か。本当今日は申し訳ない、今日も申し訳ない。そうだね、そうだね、うん、なんだかんだだって私これやってから長いっすよね、うん、どれくらいやってんの、いつからやってんのこれ。1年以上やって成果がこれです皆さん。去年もこれですよ。人生の話をした記憶があるから、うん、絶対知らないくせにね。そう。うんうん、あ、でも去年は友達に教えてもらったんですよこのネタを、うんうん、なるほどね、だからなんとかなった、うん、さっき楽屋ですごいやってたもんね、なんかね、それをやってたんだね。さっきね、焼き鳥美味しかったね、うん、あ、美味しかった。そう、あのね、そう、今いらっしゃるあのヨッケンさんっていうあのスタッフの方がいらっしゃるんですけど、その人あの板前さんで、あのとてもねお料理が上手な方がいるんですよ。で、私あのリクエストであの焼き鳥が食べたいってヨッケンさんに言ったら、今日持ってきてくれて楽屋が焼き鳥パーティーになったんですよ、うん、っていう平和のね、そう話なんですよ。オチもなくね。美味しかったねっていう。美味しかった。そう、うん、すごい美味しかった、うん、なんか知らない部位がばっか出てきて、なんだっけ、喉のせせりとか、うん、ぼんじりはしてたんだけど、うん、せせりとか手羽元とか、うんうんうん、それがちょっと今日勉強になった、知識増えたね、うん、日々成長。高校生ってこんなんだったっけ、なんかもうちょっと知ってる気がするんだけどな。マジか、うん、私結構危機、いや危機ではないけど。じゃあ私、うん、ちょっとこれ結構あれかも、うん、はい、言いたくて全然言ってなかった、うん、オチのある話の話し方を教えてほしい。いや私も知りたいそれ、私もないから。あ、そう、あのオチはないんですけどでカバーする。あ、私確かにオチはないんですけどよく言うね、うん、そうそう、それでカバーしちゃうから。あ、そっか、だからオチないのかもしれない。そうかそうか、そうオチないのに逃げてるもんね。じゃあちょっと聞く人間違って、うん、そう、間違えてる。そう、正解。そう、今日初めて正解を出しました、カレンちゃんが。よかった、成長ですよ、これも。よかった、聞く人は違ったね。本当に、うん、もうね、いやでも私もさ、本当今もう一番の悩みがもう話し上手じゃないから、話を上手くなりたくて本屋さん行くとさ、あるじゃん、なんか人を笑わせ出るようになる話し方とか、うん、言葉の選び方とかあるじゃん、もうそういうとこ行っちゃうんだよねすぐ最近。うまいよね。いやそう。もうさまよってるもん、その何から見ていいんだろうみたいな。そう、勉強しなきゃなって。話し方も結構人の個性だから、うん、本に頼っていいのかどうなのかって思う、うん、あ、まあ確かに ね、でも基本を知らないじゃん我々。我々そうだね。そう、我々基本を知らないからさ、本を読んでから文句を言うってね。そう、本読んでさ基本をさ学んで、うん、そうだね、応用すればいいじゃんそれを、うん、メール来ないですか。こっちね、そう、うん、なんかここも 1、2年自覚し始めて、うん、でここ 1、2年ずっと悩んでる。 1、2年ずっと落ちないので悩んでんの。そう、悩みすぎじゃない、うん、諦めたらさすがにそれは本当にね辛いよ。そうだからいつもそのマニがいたからカバーできてたし、うん、誰か絶対ゲストさんが助けてくれてたからなんとかなってた。もうそろそろちょっとね大人になろうと自覚したね。この番組1年やってますけど、カレンちゃんが甘えてたってことがね分かって発覚。よかったんじゃないですか、うん、いいお正月で。お正月何しました、何してた。あ、でもね、福袋をね、そう、買い物して香川に帰ったんですか。もあ、じゃあ1月、うん、じゃあもう一瞬じゃん、帰った。元旦に買ってすぐ帰った。なんかマルキューがそう2日帰るって2日だよね。そうだよね。で、その2日の夜に、うん、まあ急いで帰って、うんうん、そう今日の朝までいたんですよ香川。あ、そうなんだ、じゃあもう結構ギリギリまでね。結構、うんうん、すごい、なんだろう、そうお昼、うん、
3時ぐらいにやっと家着いて、でも急いでこっち行こうって、うん、どうでした帰省は。いやもうなんか落ち着く、落ち着くし、もうなんかずっと香川にいたくなっちゃって、うんうん、なんかもう帰りたくないなみたいななっちゃって、一人だもんねだってね。だってそう、あそうだよ、一人暮らしだよ。寝てみたらご飯あるんだもんね。そうだってこんな若いのに一人暮らしだよ。おもちさん一人暮らししてない？してないしてない。そっか、あじゃあ、ね、頑張ってるんだね。いや年下が言うのもね。え何が大変？一人暮らしで一番もうなんか全部やっぱり自分でやらなきゃいけないから、うん、そうだよね。そう掃除とかも、うんうん、なんだろう、そうご飯とかもだし、うんうんうん、そうだよね、なんか全部、うん、でもなんか、うん、親がいない分なんか自由ではある。わかる、わかるってなんだろうね。そうなんか門限結構厳しくて、うん、なんかもう8時とか帰ってもめっちゃ怒られてたんですよ、厳しい。だからなんかその反動でもめっちゃなんかウェーイみたいな、うん、いやなるよね、なっちゃって、なんかなるなる。私も割と厳しかったのね。あそうそう、高校生の時は、門限9時だったの、で大学生でやっと終電まで、あ違うな、20歳になってからかな、終電まで。おお、大学生に上がったら11時になって、で20歳になって終電までになって、うん、もう破り続けるわけよやっぱ。あそうね、ね、破り続けるわけ、うん、そしたらなんかもう自由になった。あもう諦めてくれた、あだった。だからやっぱね、破り続けるって大切なんだなって、うん、思ったよ。、ね、でもわかる、なんか小学校の時とか、うん、なんかいつも悪さしてる人なのになんで怒られないのって思ってたら、うん、なんか怒られ続けて、うん、それの果てに達したみたいな。あ同じかもしれないね。そっか、うん、そうね、そういうこと、ハートが強いんだよね。強いのかな。だって帰ってさ、うん、時間が過ぎてたら怒られるわけでしょ。怒られるね、うん、それを空気悪いもんね、まずね。確かに、あの門限破った時の空気半端ないよね。もうお帰りって言ってくれなくて、うん、そう言ってくれないよね、言っても無視されるし、うんうんうん、そうそう、空気はひたすら悪いよね。そうなんだ、うん、でもねすっごい思ったのがやっぱさ、なんていうの、まあそういう空気になるじゃん、うん、あ自分がお母さんになったらこういうのやめようって思う。ああ反面教師だよね。なんだろう、反面教師じゃないけど、うん、私が親になったら絶対こんなことしないって思うようになった。あ年的にも、うん、それはそうかもしれない、うんうん、自分がね苦だったこと、うん、必要ないでしょって思ったことは絶対、ね、だから門限とか絶対決めたくない、うん、だ縛りつけると絶対私の子供破るじゃん。私が破ってきてるわけだし、うん、否めない。そうそう、だから絶対嫌だなって。そう、ね、結構自由になりそうよね。うん、自由にさせたいね。才能を縛りつけちゃダメよね。すごい。そうっすね、ね、うん、思った。結婚とか考える？考えないかまだ。考えない。あでも考える、考える。何歳までに結婚したい、いくつまで、何歳で結婚したい。24歳で結婚したい。早いね。あでもそんぐらいかも。早い、だって現実的に考えて、うん、まあ私の計画ね、うん、大学生で、ね、今17歳が結婚の計画をね語り始めるところです。どうぞどうぞ。大学生で、はい、大学4年間のうちでね、はい、いい人を見つけて、いい人を見つけて、ある程度狙いを定める、定めますよ。17歳の口から定めるって出ました今。で大学3、4年で、はい、もうおって、おって こいつら付き合ってるのかみたいな雰囲気、謎のおが出ました今。、はい、でどうぞ。でも大学卒業してすぐ結婚ってなると、はい、お金とかいろいろ困るから、うん、絶対大学卒業して2年間くらい働いて、いろいろ安定したら結婚っていう構造ができてる、うん、なるほどね、それで24歳なのね。そうなるほどね。22歳であれでしょ、22歳でそう大学卒業して、まあ、働き始めるよね。あれ24歳、じゃあ同い年の人がいいの。いやでも占い年上だったらすぐ結婚できるよ、うん、あ、あのそれなりにね、収入あるあの結婚ぐらいの人とかね、年上だったらすぐ結婚できても、自分お金ないから、うん、その養ってもらってる感が嫌だから。ねえちょっと前の私と同じこと言ってない？本当？そう私もなんか養ってもらえるのが嫌で、
私が養いたいからっていう発想でいたの。ああちょっと前ね、うんうん、あちょっと前、うん、ちょっと前、ね、そうそうなんだ。そっか。そうでもねその気持ち分からなくもないしょ、うん、なんかね結婚して俺が養ってやってんだよみたいな空気感出されると殺したくなる。そうだけど自分何もできないって思われたくない。そう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 。結婚何歳までとかない？いや結婚はでも、うん早くまず結婚したいですか？したいです、ね、そりゃねしたいって。だってあのね生涯孤独耐えられますか？やだやだやだ耐えられますか？無理無理無理。一人で死ぬなんて無理よやだやだそうだよな、うん、無理無理。こんな時間ですよね。いやだらだらとあのねなんか今日一番盛り上がった結婚の話なんだ。女の子はやっぱ恋バナが盛り上がってたね、うんそういう出来物の出来物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 ちょっと出来物だと汚い感じになるんであのやめてもらっていいですか。出来物でね出来物だね、はい、そうというわけで、はい、この今夜この番組もあと5分くらいということで、はい、早かったね。最後の方だけ盛り上がった、ね、最後盛り上がったね最初から結婚の話題しとけばよかった ね確かに。おちゃん本当申し訳ない。いや今度ね今度も結婚の話ね、ま、ぜひいらした時はちゃんと頑張るね、はい、ちゃんといつも頑張ってほしいですけどね。告知をどうぞ。あ、はい、CD のね、ライブとかもあるでしょ。そう、うん、一番次のライブが1月10日に、うん、あの AIF さん日曜日ねに出させていただきます、はい、時間とかはまたあのおとぎラビット研修中のツイッターとか、うん、ホームページとかで告知していくので、はい、見てください、はい、あとは1月25日に、はい、このおとらびの定期公演があります、うん、1月25日そう、はい、ここなんかいろんな人が月曜日出ますので、うん、そう月曜日なんですけど、はいはい、平日だぜひ見に来てください、うんはい、で2月21日の日曜日は、うんはい、青色のカイリンの生誕祭が生誕祭ね中野坂上でではでさそうあります、はい、そう生誕祭とかなんか、うん、私も憧れますよ ねやってもらいましょう、うん、いるんだからいるんだからね。そのおとらびに時間費やしてんだからやってもらいましょう、うん、ちゃんと、はい、とあと最後に、うんおとぎラビット研修中のワンマンライブが3月6日の日曜日に3月ね秋葉原のグッドマンさんでやります。はい、秋葉原だね、うんうん、結構秋葉原でカイリンの生誕祭が中野坂上、ね、中野坂上ね中野坂上中野坂上ってさ最近、うんなんか前までなかったよね。あなんかえなんかさ最近できたらしいよね。中野坂上って出てくる、うん、そうだよね。そうなんだまた最近ねこんな感じなので、はい、私は多分物販だけちらっといるので、うん、ね曲に参加できるように頑張りましょ う、あのいつもお客さんと一緒にこう湧いてるのでうん見かけてくださいね。わかりました。触れ合いの時間、はい、そうカレンちゃんはあれ1月18そうですね、うん、私は今月の、はい、あ今月の18日、うん、月曜日秋葉原16にて、はい、おとぎラビットさんたちと一緒にライブに出させていただける、うんはい、でまあ、来ていただければと思います、うん、はいよろしくお願いします。とりあえずそれを、うん、はい、ね、10日18ね近々だと私はですね、1月21日、ここ千住ハウスで、新しい番組が始まりましてももかちゃんのおしゃべり向上番組おしゃべりちゃんという、ね、おしゃべりちゃんだから走る、ね、そうあのねそうそうそうあの私の番組が始まるんですけどおしゃべりを向上するっていうのが目的の番組なんで、あのみんなも参加してくれないとあの向上されないのであ、ね、よろしくお願いしますね。で、初回のゲストがですね、吉本芸人のプライドチキンさん、ポブキス主催にも何度か出てくださってます、うん、はい、ぜひぜひ漫才も多分やってもらえるんですね。やってもらえるし一緒に喋ったりとかね、質問とかも全然受け付けてます。で、その番組からの質問でね、ズバリ2016年の目標はっていう、うん、記念すべき第1回目の質問もあるので、ハッシュタグおしゃべりちゃんでツイートしてくれれば拾いに行くので、みんなが参加しないと向上されないので本当にわざわざ拾ってくれるから、ね、よろしくお願いします、うん、
あとはなんかもう関係ない質問でもメールでも何でもぜひぜひください。よろしくお願いします。1月21日ぜひ来てください。お願いします。というわけで、はい、また来月、はい、ありがとうございました。